あ、ギフトありがとうございます。そう、ちょっとピンク系入れてもらったんですけど、やっぱりちょっと光の当たり具合とかでね。でもね、お兄ちゃんがね気づいてくれたんです。お兄ちゃんね結構そういうの疎いんですよ。髪の毛切ったとか、そう本当になんか切ったっつってもん、切ったの、切ったんだ、へえ分かんなかったって言われるんですけど、いつも今日はなんか髪の毛切ったのは分かんなかったっぽかったんですけど、そう髪の毛切ったのは分かんなかったけど、髪色変えたよね、なんかちょっと赤系入ってるって言われて、あそうと思って、いつも気づかないのに分かってくれたと思って、そうピンク系入れたんだよねって言って、ピンク入れたからちょっと赤みが増したんだっていう話をねしてて、気づいてくれて嬉しかったそうみんなで感動してたの。あ、ギフトありがとうございます。切ったのは気づくでしょ。切ったの気づかないんですお兄ちゃん。そう。そうみんなで感動してました。ギフトありがとうございます。お兄ちゃんが違いが分かってる。そう。そうご飯食べてたんですけどみんなで感動しておりました。まあ、こんな感じでしばらくこの長さでいきます。そうなんか見方によってはちょっとショートにも見えるっていうね、少しなんかこうやってするとさ、ちょっとね、まあまあまあそうね、ちょっとこっちこうやって出してこうやってやると一応うっすらショートにも見えるっていうちょっと髪跳ねてる。そうちょっと跳ねさせたんです。なんかここのさ、ひか遅れ毛ってんですか、なんかまあわかんなくて結構出てきちゃうんです、短いからやっぱり。そうそこをちょっとぴょこんとしときました。そうで髪の毛変えてもらってからジム行って、流してお風呂入ってさっき髪の毛乾かしてでショールームしました。世界一可愛くなった、あらギフトありがとうございます。こんばんは。さっぱりしたね。そうなんか思ったよりねさっぱりしたなと思って、そう 2,3 センチってまあ言うてそんな変わんないかなと思ってたんです。そしたら割となんかがっつり短くなってびっくりしました。そう楽、すごく楽でいい。そう美容院の方とも話してて、そう切ると一回切るとね楽だよねそう一回切るとこんばんは。どういうトレーニングするんやろか。まあ主にメインは走るですね。ヒカジム行ったらするのは走る、ランニングかウォーキング、でも本当ほぼほぼランニングですね。あとはでもその前にあのダンベル使ってね、ちょっと二の腕とかすごい気になる人なんで二の腕をね鍛えたり、あとは物とか使わないけどそのマットとか引いてくれてるので床に、そうストレッチして筋トレしてって感じかな。そんななんかがっつりめちゃめちゃ器具使ってやってるわけではない日かは。うん、ヒカルショット似合う？嬉しい。そう、ヒカは短いのが好き。こんばんは。2リットルのダンベル代わりになり、
あ、ヒカのもね、家ではね 500ml だけどペットボトル使ってます。満タンにしてお水。そう、ジム行かない時とか、なんか行きたくないなっていう時はなんかそういうの使って軽く家でやってって感じかな。うん、便利だよね。そう、ヒカはね、なんか家ね5キロしかないんですよ。なんかお父ちゃんがね使ってたダンベルかな、まあお父ちゃんなので使ってたのが5キロのしかなくって、そう、さすがに5キロはヒカも無理なんですよ。もう骨とかいろいろやられちゃうから。お兄ちゃんはね結構5キロで筋トレしたりしてるんですけど、5キロの使ったりして、私は無理なのでそう、私は無理なので、じゃあどうしようかってなった時にペットボトル使うと。ジムではね、まあなんか鍛える場所にもよりますけど、二の腕の時は1キロで、そのなんだろうな、背中とかの時は2キロか3キロ、腹筋とかも2キロか3キロ、まあその時のお腹の状態によって、なんかそのあちょっと今日腰痛いなとか、お腹がちょっとやっぱり筋肉痛で痛いなとかになると軽くしたりして、うん。お腹のお肉、ヒカモのなお腹のお肉気にする人、なんかというかくびれが欲しいくびれが欲しいです私は、うん、なかなかあんまりできない人みたいで、そう結構筋トレでもね腹斜筋やるんですけど、なかなかできなくて、やっぱり体質とかそのね体の形と骨格とかの形とかにもよるみたいなので、そう。エネゴーさんありがとうございます。うーん、まあ難しいのかもしれないけど、だからまあこういうのは本当に地道に地道になんだなと思って、こんばんは、地道にやります、私は地道に行きますよ。ちょっと髪色変わった、あ気づいてくれた、嬉しい、ありがとう。そこもねちゃんとね茶色になったんだようん、テレ東の番組放送始まったら痩せるよ。いやもうなんか痩せるどころか精神的にきそうで嫌です、不安しかない初めてこの話したけどね、ショールームで。ギフトありがとうございます、こんばんは。本当にもうちょっとやばそうなんか本当にまあね、本当に今までちょっと何も分かってないし、なんか言ってなかったんですけど、あんまり話題にはしてこなかったんですけど、本当にやばいです。え、だからそのなんかまあね、あのこの前夜ちょっとねあれみたいな日あったでしょ、ショールーム始めたけどあれみたいな日あったでしょ、そういうことですよ。ちょっといろいろ、そう、そこでねいろいろあったから、もうなんか私的にはちょっとショックだった部分もあって、そう、それがねなんか自分でもどうしたらいいかわかんないし、今までなんかそのねやっぱり頑張ってきたこともあったから、もちろんチャンスではあるとも思うけど、なんかどうなんだろうかっていう、うん、不安だし何も分かんないし、
ね、なんかなっていうなんかなって、ね、今思い出しても、もう最近結構考えてるんですよ、ずっと頭から離れなくて、なんか結構不安にはならなくて大丈夫ですって言われたの。そう、そのお話があった時に不安にはならなくて大丈夫ですよと言われたけど、何も知らされないままで、なんかその番組のそのいろいろね内容を聞かされて不安にならない人はいるんだろうかと思いまして、ひかなんかもう正直言っちゃえば別に実力があるわけでもないし、まあ努力は人一倍、努力するっていうことに関しては人一倍負けないつもりではいるけど、そうなんだろうね、そうだからなんかね、全てが不安です。こんばんは。あ、ももの足音がする。そう、うん、でお母ちゃんといろいろ話していろいろあってあんな感じでした。そう、なんかチャンス、そうチャンスでは本当にあると思います。私もダメダメ、君そこダメ、来ちゃダメ、入っちゃダメ、今日は。そうチャンスではあると思ってるけど、どっちかというと不安の方が大きい、うん、私的にはね、っていうこともあって、まああんまり、そう、ちょっとねっていう、ね、みんな不安そうですよね。うん、ね、いやもちろんしかも頑張りたいなっていう気持ちはあるけど、なんかもうそれ以上に不安しかないからわかんないです。そうね、なんかやっぱりまあバラエティっていうのもあるし、うん、まあなんかね、なんだろう、まあお母ちゃんにもそんなね、そんな軽気楽にそんな不安にならなくて大丈夫だしってスタッフさんにも言われたけど、うん、まあ氷川はちょっとそんな簡単にはいかないかなっていう、そう内容で、うん本当にもうよし泣かない、はいはい、泣かない、泣いてない泣いてない、泣いてないよ、大丈夫、花粉症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 、花粉症、花粉症だから大丈夫、何もなかった、
今の時期何花粉だ？そこ追求しないでおこう。まあ何かしらの花粉があるんですよ。そこら辺に生えてる草です。そう、いろんなものね、飛んでますから、それですよっていう、まあ本当にそういうお話ですね。ギフトありがとうございます。ごめんなさい、本当になんか本当にこういう系の話はちょっと私は正直言って苦手というか、まあ内容とかね苦手というか、まあ不安しかない人だからっていう感じです。私の気持ちとはしてはね。はい、ご飯食べた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 よ。ギフトありがとうございます。サーモンだよね。あー残念、お昼ご飯でした。サーモンは、そうサーモンはお昼ご飯でした。夜はねちょっと唐揚げを食べましたね。そう久しぶりにちょっと自分で唐揚げを作ったんです。なんか唐揚げ食べたいなと思って、そう、それが夜ご飯になりました。冷やし中華マヨネーズかけるなり、冷やし中華をね食べないんだよね。ひか、おそばかそうめんかうどんかラーメンかパスタか、まあ夏は完全にそうめんが多いです。お家はそうめん好きなので、うん、うん、冷たいやつ、それにキムチ乗っけて、まあ卵とかも乗っけていいかな、黄身とか卵の黄身とかも乗っけても美味しいし、そうキムチ乗っけてめんつゆかとごま油をちょこっとかけて食べると美味しいんです。唐揚げ味付けは塩醤油、醤油醤油なのかな、なんか醤油とお酒と、あ料理酒ね、料理酒と何やっけ、あ鶏ガラとニンニク生姜、うん、これは何味っていうんだろう。彼流しそうめんする？しない、したことないかも。うん、したことないね。なんか竹とかでやってみたいけど、あ待って、ある、いやないな、いやない。どっちだよ。うん、好み焼きやたこ焼きにマヨネーズかける、あかけるかける、それはもう絶対かけます。うん、銀だこが好きですね。なんか、ま、揚げ
揚げたこみたいな、揚げたこ焼きみたいな感じの周りがやっぱりちょっと油がねでカリッとなるじゃないですか。で中がちょっととろとろふわなんて言ったろが好きですね。うん、目玉焼きにはソースです。私の家はソースです。うん、こんばんは。なんだっけ、この前食べたんだよね何かを。なんか普通のも好きなんだけど、なんだっけな、なんか明太餅みたいなやつ、明太餅みたいなやつを数ヶ月前に食べた気がする今年入ってから食べた気がする。うん、美味しかった。家でもやりたい、またショールームでやりたいしね。からプチトマト入れてなかった、あ入れた気がする。ひかのたこ焼き一回ショールームでやったのはもうロシアンルーレット並みのやつだったんで、もういろんなもの入れました。チョコも入れたし、チーズも入れたし、サラミとかソーセージも入れたし、あと何入れたっけ、あ、まあ、わさびも入れましたわさびも入れました、ね、わさびはもう本当にやばい、ダメあ、梅干し入れた気がする。うん、またやりたいね。そう、サラミ入れる時も気をつけなきゃいけないんです。なんかサラミもなんかわさび並みに辛かったっていう、なんかそうなんでかわかんないけどわさび並みに辛くてっていうのがすごく記憶に残ってる。こんばんは。何かしたいですね。ひかはね、なんかそのワッフルメーカーとか使って違うものを作りたいんです。あのワッフルメーカーみたいなのあるじゃないですか。あれでなんかそのクロワッサンの冷凍生地とかあるじゃないですか。あれを焼きたい。そう、絶対美味しい。結構インスタとかでもねなんか出てたりするんですけど、たい焼きどうなった、たい焼きありますよ家にまだ全然してないけどうん、パイシート、うん、もうなんか結構クロワッサン焼くだけでできるみたいな、本当にもう形になってて、あとはもうオーブンで焼くだけみたいな冷凍生地が売ってるんです。そう、それで挟んでジュー、やりたい、やりたい。こんばんは。うん、なんかそんなあるみたい。結構本当に今やってる人多そうだった、インスタ見てると。あんま入れたら面白そう。あ、美味しいらしいですよ。肉まんとかもなんかそのやったりしてるのあります。普通のベルギーワッフルも美味しいけど、まあね、そうだね。なんかお母ちゃんがあるって言ってたんだよね、そのワッフルメーカーなのかそのホットサンドなのか分かんないけどあるって言ってたから、
やでも光ね見たことないから本当にあるのって言ってるんだけど、そう、光なんかあったの飛んできた。何もない。光は何もない。何もないよ。たい焼き器と間違えてるとか。うん、な結構本当にそのたい焼きとかやってた時期から言ってたんですよ。あるよって言ってたからあるんじゃないんですかね。私の知らないところでなんか昔買ったとかなんですかね。ギフトありがとうございます。ギフトありがとうございます。花びら、桜の花びらたちが咲く頃ですね。こんばんは。なんかいろんなの作りたいよね。ヒカ食べたいもんもいっぱいあるし、なんかヒカは欲がたくさんあるなって今ふと思った。ギフトありがとうございます。欲めちゃめちゃあるなって、そう、食べたいものもいっぱいあるし欲しいものもいっぱいあるし、眠たいなっていっぱい寝たいなっていう時もいっぱいあるし、ロデオのスリップも仕方ない。それはあ、レインボーだるま、ありがとうございます。ええことや、ええことなのかなこれは。本当にこんばんは。ギフトありがとうございます。ことなのかしら。S しか残ってない。あーそうね、確かにシェルターパスではそうだったな。シェルターパスだっけ、ウェブストアではそうだった気がする。うん。いやでも全然ありがとうございます。本当に S 無理。 S のサイズが分かんない。靴の S って何センチ。なんかギリギリ履けるか履けないかラインだね。ギフトありがとうございます。22とか履けないこともないと思うんだけどな。なんか23は履けるんです私。欲が何もないよりはいいと思うよ。うーん、でもなんか尽きなさすぎて困るよね。うん、衣装の靴は何センチ？あ、23か 23.5 どっちかでお願いしてますねいつも。うん、23か 23.5 でって言ってますね。
そう、そこら辺はもう本当に靴によったりするんで、うんうん、ありがとうございます。いけそうな気もするけど、うん、全然。いや、なんか人生のうちに全部やりたいことできるのかな。急にどうした？急にどうしたって感じだけど、なんかいっぱいやりたいことあるんだよね、本当に。なんか好きなように自分のやりたいことをやって生きていけたらいいなって思ってるんだけど、きっとそういううまくはいかないんだろうなっていう。ギフトありがとうございます。あ、全然本当に重たい話とかではないよ、別に。本当に重たい話とか暗い話じゃないんだけど、 22.5 から23分はけそうではあると思ってます。はけないっていうのはないと思ってるけど、うん、ねえ、カルンが泣いてると聞いて戻ってきました。何かあったの？何もないですよ、元気ですよ。なんかひかお仕事とかでもやりたいこといっぱいあるんです。そのお料理のなんかそのね、お料理のやつとか、まあ、調理師さんとか、そう、まあ、獣医さんとは言わなくてもちょっと動物に関わることがしたいなとか、そのまあ、ヒカだと本当に動物が好きだから、その保健所のワンちゃんたちが少しでも少なくなるように、ワンちゃんの子たちが少なくなるようになんかしたいなとか、そう、あとはもう本当にもうこれは本当にもう私個人的なことで申し訳ないけど、漫画部屋が欲しいなとか。そう、漫画部屋が欲しいなとか、うん、お洋服ももうお洋服専用のお部屋が欲しいなとか、まあ、将来もし本当にね子供ができた時はなんかこうこうこうしたいなとか、もう欲が溢れ出して。うん、やりたいこといっぱいある。ひか、あとは本当になんかこの前もね下北 FM で言ってたんですけど、ヒカの人生の目標、まあ、AKB48 としては選抜に入るっていう目標ですけど、本当に人生も大きなね、これからの先の人生の目標としてはかっこいい女性になりたいっていうのをね言ってたんですよね。話して戻してくる、 S でもいい、え、全然本当に大丈夫よ。ありがとう、ごめんね、ありがとう、本当にありがとう。ありがとう、ごめんなさい、本当に。そう、こんばんは。うん、かっこいい女性になりたいなっていう、あの見た目とかではないんです。まあもちろんね、見た目もちょっとひかかっこよくなりたいなとは思うんですけれども、本当にかっこよくなれたらいいなって思うんですけど、うん、でもまあ内面的な話で、この話もねちょいちょいなんかまあチラッと言ってたことはあるかもしれないんですけど、本当に奈々さんみたいな人になりたいんです。うん、奈々さんってまあもちろんね可愛くてかっこよくて、まあ容姿もねっていうこともありますけど、やっぱり何より本当に内面がすごいなと思ってて、内面的にね、そういう生き方、立ち振る舞い、性格、
なんか本当に今まで奈々さんみたいにいい人になんか出会ったことないっていうのもあれですけど、なんかやっぱり本当になんだろう目標だなって思う人に出会えたんです、私は。うん、なんかヒカもすごい助けてもらったし、まあ本当にやっぱりたくさんのね、もちろんヒカもすごい尊敬してますけど、すごいたくさんの方からねやっぱり愛されて尊敬されてる方で、やっぱりそう思われるにはやっぱり理由があって、うん、優しくて話すごく真摯に聞いてくれてくださって、うん、いやもう本当にパーフェクトだと思うんですそう、私はだからそういう風に、しかもナナさんみたいにすごいいっぱい助けられましたから、そうやって逆に今度はヒカが助けられる、ん、助ける助ける側になりたいなって思ってね、うん、そう、なんかナナさんってなんであんなにいい人なんでしょうかすごいなんか変な質問してるけど、なんかどうやったらあんなに優しく素敵な心になれるんだろうかって思う。うん、本当にだから目標は奈々さんみたいな人ですね。そう、でも優しいんですけど、それだけじゃないんです。アドバイスとかもっとこうしたらいいんじゃないかなとか、そう、なんかすごいたくさん相談乗ってくれるんですよ。うん、本当にすごいなと思って、そんな人になりたい、私は。かっこいい大人になりたい。ギフトありがとうございます。だからそれが私の大きな目標でございます。こんばんは。うん。彼も真面目貫いていこうか。貫こうとは思ってないけど、なんか比較別に自分がそんななんか真面目とは思ってなかったから、まあまあ自然体でいきます。そう。なんか人に言われて初めて気づいた、あ、ヒカって真面目なんだって思ってそう、なんか結構ヒカは普通に当たり前で、なんかこれが普通なんだろうなと思って過ごしてきてたからそう、なんか真面目って言われて、あ、これが真面目なのかと思っちゃったんですけどね、ちょっと。うん、まあだから私は私のままで、でもなんか少しでもね奈々さんに近づけるようにかっこよく なっていけたらいいなっていうね、そういう人に私はなりたい。本当にこんばんは。奈々さんの性格に似てる？
いや、いやちょっと奈々さんにそれはちょっと申し訳ないですけど、まあ嬉しいですね、ありがとうございますちょっと申し訳ない感じもするけど、やっぱり嬉しいですねご両親の育て方がいいのです。ひか、奈々さんは本当になんかもうご両親すごくね、なんか育て方、育て方って控えが言うのもあれですけど、なんかすごいな、そう、なんかうん、どんな風に育ったんだろうな、そう、ひかはなんかまあでもまあ礼儀とかはたくさん教えてもらいましたね、おばあちゃんお母ちゃんに、マナーとか、あとなんかもう本当にもうね、お母ちゃんから来てますね、この性格は。うん、これはもう完全にお母ちゃんから受け継いでる性格です。お姉ちゃんもひかもみんな、だからなんかひかの育てられ方っていうより、お母ちゃん、おばあちゃんがお母ちゃんをの育て方がすごく良かったんだろうね、すごくねちゃんと育てたんでしょうねはい、真面目なところ、皆さんヒカルンを応援してくれてるよね、どうも。そうなんです、ヒカのことすごく応援してくださってめちゃめちゃ嬉しいんです。またなんかコロナのね明けたらご飯行きたいなって。ヒカちゃんは性格的に奈々さんに似てるとこがあるよね、なのかな。ヒカはそんな、だってなんか優しい、ヒカのやっぱり奈々さんのイメージはもう優しくて、まあ仕事への意識が素晴らしくて、そうで、アドバイスも乗ってくれるし、でも優しいだけじゃなくてなんかアドバイスとかもくれるし、なんかすごく周りを見てくれてる、そうって思ってるんですけど、ひかそんなに周り見れないですし、優しくもないしそう、そんなところある？ないよ、全然ない、全然違うよ、本当に全然違うって。優しくないよ別に、ひか普通、うん、普通よりだってひか、え、優しくないと思うんだけどなうん、でも本当に奈々さんのその優しくて周りを見て、そう、あとはまあやっぱり仕事への仕事のプロ意識だとかは本当に見習いたいですね。こんばんは、優しくないんか、え、でも自分でさ、なんかや私って優しいよっていうのもなんか変じゃないえ、私ってすごく優しくないですか、めっちゃ優しいよね私みたいなこと言うのもなんかあれじゃないですか、恥ずかしいし、優しくは正直本当に自分は優しくはないと思ってるんで、うんうんかなって。こんばんは、
自分でアピールするスタイル、まあそれが悪いとは言いません。うん、でも私はちょっと恥ずかしい光ってすごい優しいんですよっていうのはちょっと恥ずかしいかな、自分はねちょっと自分が恥ずかしいなっていう。私は時と場合による、いやまあそれがそう、本当それはそうだと思いますよ。しかも時と場合によります。うん、やっぱりその活動している上でもそうだし、プライベートでもそうだし、思うことはいっぱいあるので私も。うん、だからそうね、優しくはないなそう、結構だってお母ちゃんとも喧嘩するときはしますよ。お兄ちゃんとは喧嘩しないけど、お姉ちゃんのときとかもね。うん、自分から私って優しいですって言ったことありますか？ないです。うん、でもさ、なんかさ、最近ねすごい自己分析しなきゃなって思ってるの。なんかわかんないけど、そのなんかあった時、例えば、まあ、就職するにしてもなんかね、ひか今専門学校とか行きたいなって考えてますけど、専門学校とかなんかまあなんか勉強したいなって思ってることありますけど、やっぱりそういうのって面接いるじゃないですか。そういう時に自己分析ってすごく大切っていうじゃないですか。結構だからなんか結構考えちゃうんですよ最近。私ってなんだ、どういう性格だ。でもいつも本当に長所と短所で言うのはまあどっちも一緒なんですけど、ストイックなところかなと思って、うん、悪くもあり良くもあるところ、ん、良くもあり悪くもある、どっちでもいいかなあるところだなと思ってね。そうだから結構考えてるんです、自己分析がそう、ねえ、なんか難しいというか、なんというか、本当に。うん、でもなんかストイックなのは比較正直、まあ自分でもね、まあ一回ちょっとあることを経験して、あることって言ってますもんね、まあ一回ガリガリに休ましたけど、そういうとこもあったんで、まあ私ってここまでなんか自分にストイックなんだなっていうことをまあ身をもって体感したというか実感したというか。そう、でもなんか逆に本当にそれ行き過ぎちゃうところがあるっていう、そのね悪さがあるじゃないですか。だからもう本当に困ったよ、本当に困っちゃうよ。ひかも、うん、そう、でもなんかねできるようにならなきゃいけないんだなって、そう、力抜くことって大切ですよね。なんか抜けすぎちゃう時もあるけど、最近たまに。ついね、なんかね、あの日かすごいちょいちょい結構ジムに行きますっていうのをね、行ってますっていうのを言ってますけど、なんか行かなきゃ落ち着かないみたいな。
感じになるんですよ。なんかそういうところがなんかね、なんか今日はなんか行かない日にしようとかも思うんですけど、なんか行かなきゃ不安になるというか落ち着かなくて、なんだろうねそう、力抜きすぎ。いやでもそういう時も大切です。まあね、たまに本気出そうたまには本気出そうね、一緒に頑張ろうね。加減が難しいね、彼はすぐそわそわするから心配。そう、落ち着きないんです。なんか不安なこととか、なんかまあお仕事前とかもそうですけど、下北 FM の前もそうだったんですけど、不安なこととかお仕事の前とかだとなんか落ち着かないんです。全部ね不安になるんです。全部頭そっち持ってかれちゃって、そわそわしちゃう。どうしよう大丈夫かな自分ってなっちゃうんです。困った性格だわ本当に。どうしたらいい？これ本当にね、結構この活動する上でめちゃめちゃ困ってることで、フラットに行けない。フラットって言うんですか？行けないんです。なんかこうなったらどうしよう、まあ、ネガティブ思考なのかね、心配性。そう、すごい心配性で、ヒカルンが泣きそうだと聞きつけてきました。大丈夫ですか？大丈夫です、泣いてません、泣いてません。え、なんかさ、ちょいちょいその泣きそうだと思っ聞きつけてみたいな方いらっしゃいますけど、どこから聞きつけたんですかどこから聞きつけたんですかね、え、本当に困ったもんじゃ。やっぱり治らないもんかね。聞きつけた人イコールランタンさん、あ、全員ランタンさん。もう分かんないって本当に。治んないもんか。臆病なんですかね。ネガティブ思考の臆病なんですかね。え、本当に。こんばんは。治したいな、治らないかな、治ってほしいな、治らないと困るな。ねえ、いつから私はこんな風になったんだろう。で、小さい頃はさ、なんかもう無邪気だったんですよ。それこそダンスしてる時とかね、人前で話すのは苦手だったけど、なんか踊ることとかに関しては何も考えずに、本当にもうただただ自分が楽しくて、もう私を見てほしくて、自分を見てほしくて踊ってた感じだったんだけど、今なんかやっぱり大人になっていろんなこと考えるようになったからかな。誰に似たの？誰に似たんだろう。なんか姉ちゃんも、兄ちゃんはそんなことないと思うんだよね。姉ちゃんがなんか実際そんな、いや、お姉ちゃんそんなことないな。いろんなことやってるし自分で何でもやってるし。誰に似たんでしょうか。お母ちゃん？でもお母ちゃんそんなことないんだよなっていう風に思ってる。涙に沈む太陽好きでした？ありがとう。え、ちょっとカラオケしたい急にカラオケしたい。みんな
なんか小学校の頃からかな、でも小学校高学年とか中高学年くらいからかな。すごいなんかみんなはさ、割となんか、ま、実際ね心でどう思ってるかは分かんないけど、そイヤホンあそこの前使ってたんであります、買いました、同じの買ったそう、なんか他のみんなはどう思ってるか分かんないけど、なんかねみんななんか割と平気そうなことでも、ひかだけなんかすごいそわそわしてなんか不安になってるのかなって思っちゃったりして、こうなんかみんなはどうなんだろうと思って。何歌うの、何歌おう、そうやっぱり口に出さないだけなのかな。もう全然何歌うか決まってない え、マイク付きイヤホンセットして、歌おう、音あり、時が過ぎ花は咲くのだろう、この涙を君に捧ぐ、もっと君が輝くならずっと見守ってた沈黙の空から、今僕は雨になろう、一番歌いますね毎回。ギフトありがとうございます、せっかくなんでと思ってなんか久しぶりに歌うからちゃんと歌えるのか心配。多分歌える。大丈夫だよ。遠い空の裾野から朝の光が溢れ出す。Sunrise, sunshine.ダムの門を開けたように今清き水が流れて砂漠の街を満たしてく Every day, every time 僕は今日も生きてる
けられることがどれほど大切なことなのだろう。出さないようにルールを守って壁の時計をぼんやり見てる。水道の水が出しっぱなしでいつの日か僕だけ溺れそうさ。この今を青春と呼ぶのならばどうやって過ごせば輝くの。鏡の中の僕は相変わらず未来へと続く道の上でもっとジタバタしながらやりたいことだけやればいい。失敗したってもう一度やり直そう。何も恐れることはない。遠回りでも時間はある。ずっと歩いてる。最後間違えちゃった。はい、ありがとうございます。最後間違えちゃった。僕はずっと歩いて、あー出たいな、つなつな出たいな。じゃあもう一つの方も行きたいな。あるかな。あ、ない。アメピュー歌おうと思ったけどね、ない。調べたけど、ありませんでした。ショック。こんばんは。待ってね、今いろんなの見てるから。いやなんかさ、カラオケだとさすごいテンポ早くかけピカが歌うの遅いだけかな。どこかで誰かの笑い声がして風が幸せを影を作って枝の葉と葉が重なり合い共に生きている。何と出会えるのだろう。一生の間に夢を語り合えるようなのない存在。晴れの日や雨の日、どんな空の下でも君が隣にいてくれるなら明日はいつだって楽しい。あ、じゃあこれも歌いたい。
しても恥ずかしがらないで、人は誰もそんなに強く生きられない。あー、いい歌ものすっごくいい歌、好きだわ、めっちゃ好き。ちょっと待ってね。これ歌えるかな、ヒカ。やったことあるけど、なんかちょっとないところ歌えるかな。光ってた。待て、早くなかった始まり。気のせいかな。ちょっともう一回いい？あれ、ちょっと待ってね。え、こんなになんか始まり早かった。あの日は空が時折まばたきするように、少し遅れて雷鳴そばで響いた。ごめんなさい。あれ、はい、絶対合ってると思うんだけど、気のせいかな。校舎の壁に体を寄せて、僕らは雲行きを案じた。
風に混じって頬に雨粒帰れないねって君が言った。シャツが汗ばんで息苦しくなる。確かに恋だった。二人の若さは不器用で見つめ合うことさえできなくて同じ空気を吸うのが精一杯だった。胸の奥のその片隅に気づかれないように隠してた。いたセクスアリスとは片思い。ありがとうございます。いや多分ね、曲のテンポがちょっと早いのかも。曲のテンポっていうか、なんかその歌詞の流れるのが早いのかもって思った勝手に言い訳かもしれないけど意外と A メロ B メロって低かったんだね。なんか茨城からどれくらい ?1 ヶ月ちょいくらい、なんかこんなに低かったっけって思っちゃったね。茨城ツアー、茨城ではどうやって合わせたの？え、もう普通に会いましたよ。普通に歌ってた。出だしは全然とちらなかったよとちったことはなかったです今まで。本当にあのレッスンでも本番でも全然リハでも。だからなんか合わないんだよ。なんでそんなすごく謎が、ね、なぜ今になって何回もやったでしょっていうね。そうなんかね、いつも思うんだけどさ、カラオケってすごい音源早い気がするんだよね。本当にいつも結構思ってて、それを。なんか、だから比較遅い、ゆっくり、比較が遅いのか、それとも音楽が早いのか、なんかいつも不思議だった。なんか手もでもとかもさ早すぎて、公園でめちゃめちゃ踊ってたけど、普通に踊ってたけど、あれこんなに早かったっていうのを思って、真実目を背けているより、自分の手のひらで醜いものもちゃんと受け止める。だけじゃない大人になればわかるよと、いつか誰かから言われた。あの花の裏側だって虫に食われ朽ちていたり、どこかに秘密がある。嘘に怯えていたら
何も信じられない。生きることは綺麗事ではないんだ。汚れている真実、それを知ったとしても、私の心まで色に染まるわけじゃないけど、存在する真実、ずっと避けていたのはこれからの人生、絶望したくないと思ってた。ありがとうございます。ありがとうございます。ギフトもありがとうございます。たくさん投げてくださって。ケガシンも踊りたいな。揺れる。入力するとこっちを見つめる。そうね、なんか画面を見てるからね。いっぱい見つめ合っていいじゃん。散らばった星のどれが一番に輝くのだろう。聞かれても誰もきっと答えられない。暗闇の先にここから見えない光がある。ステージの片隅でもがき続ける。悔しさや虚しさも青春の時。少女たちよ、もうすぐ夜明けが来る。夢の未来はこれから始まる。ウォーウォー少女たちよ、何も諦めるな。悲しいことなんか全て捨てて、全力で全力で走るんだ。あーいい。楽しい。めっちゃ楽しいんだけど、やば。
構茨城っ外れの待ち合わせ僕たちが好きだったパンケーキが来ない。左手を立てて薬指をわざと見せたのは新しい彼氏ができたってこと言いたかったのか。今でも外せない、君にもらったあの日の二人のシークレット。さよならにこんにちは、僕より優しい人と出会えたのならしょうがないって諦められるかな。アンクレット可愛いですよね。なんか振りも好きなんだよね、すごく。あ、これ行きましょう。いつも歌ってるけど久しぶりに、久しぶりのカラオケなんで。ヒカがやりたいと言い続けている曲言い続けている曲、行きましょう。あなたのことをただ見つめるだけで、ああ心が満たされて優しい気持ちになるよ。ああ真夏の夜はそう恋の放射熱、まだ昼間のキスが唇の上に残るよ。遠い花火見えないのに音だけ聞こえる、胸の奥に打ち上がったあなたのすべて、愛しい抱きしめられたら一瞬で燃えて灰になってしまうよ。このまま私が消えたってそれでも構わない、あなたに私の
大好きな曲です。やりたいと言っている曲です。本当にもうね、やりたくてやりたくてしゃあないっていう。誰と、別に誰とはねそんな決めてないんだけど、やりたいんです私は。本当に なんだろうね、歌も好きだし、なんか曲調が特に本当に好き。うん、待ってね。あ、これ行こう。あ、ジッパーもいいね。これね、しかもともとやる予定だった茨城のユニットだったので。そう、私これだったんです。だからそのコロナで延期がなければ、私は投げキッスをやっておりました。はい、投げキッスをやっておりました。本当に投げキッス。そう、てかね、ちょっと踊れるっていう。私の腕にキャッチしたい、投げキスでね、できるっていう。
きゃ血も流さないでしょ。あなたと出会わなかったらこんな傷ついて泣いたりしない。何を捨てる、何を手にしたの。一人愛している女は二人、なんて残酷な愛という名の儀式。未来どちらか一つ切り落としましょう。なんて素敵な真実の確かめ方、とても愛おしい。あと片方の枝を切る。なんかいろいろ被ってるから美しいな、歌ってるから。しかもなんかな、何を捨ててのところひか、いつもさなんとなく追っかけ歌っちゃうからさ、何を何を捨てて捨ててっていう、そう伸ばしちゃった。ちょっとあと 1,2 曲歌えないかな。ちょっと充電がピンチなもので 10% 表示出ちゃったんで、目がかゆい。こんばんは。すごい迷っちゃうな。あ、ライトが強すぎるっていうより、なんか光今ので、あ、止まっちゃった。すぐ。街も明るめに着替えた。風に誘われ気づけば知らずに僕は口ずさんでいた。遠い昔の記憶の彼方に忘れかけてた二人のフェイバリットソング、なぜこの曲が浮かんだのだろう。突然に愛しさはいつもずっと前から準備してる。ノイズだらけのレディオが聞こえてきたんだ。時を超え君はメロディーメロディー、懐かしいハモニーハモニー、好きだよと言えず抑えていた。胸の痛み僕のメロディーメロディー、サビだけを覚えてる。
傘は切なく輝いた日々が蘇るよ。ありがとうございます。ゲスタルもあり、ゲスタルもいろいろ噛んじゃってる。最後はね、あの曲でね行きましょう。ね、君メロも石川ツアーあったらやりたいけど、うん。真っ青な空を見上げて誰かのこと思ってますか？今すぐに会いたくなった。誰かいるっていいね。幸せなこと見つけた時は君に分けてあげたい。47の素敵なあの街へ歌を歌いながら会いに行こう。大好きな車に乗ってワクワクする分近くなる。会いたいと思ってるのにここのところ御無沙汰でした。目を閉じて顔が浮かぶ大事な人君だ。悲しいことがあった時には話を聞いてほしい。47の素敵なあの街へ何を話そうかと考えながらのんびりと景色を眺めドキドキするのが楽しくて。47の素敵なあの街へ歌を歌いながら会いに行こう。大好きな車に乗ってワクワクする分近くなる。47は行きたい街の数、ずっと私のこと待ってくれてる。いつの日か全部回って日本全国の友達と笑顔の
はい、ありがとうございます。ということでカラオケは終了です。よいしょ、はい、カラオケ終了ですはい、終了です。ちょっと充電がねやばかったので終わっちゃいます。いや本当にね、ちょっと 20% 表示が出ちゃって、これ充電の減り早い携帯なんで終わっちゃいました。よいしょ、足がちょっと待って、梅の進捗を送りますごめんなさい、ちょっとプラメタイムです、すいません。梅の進捗を送らなきゃいけないんだ今日の。写真はもう撮ったんだ。全部水に浸かったかしら。全部水には浸かっ、あ、いそプラメ、プラメでまた進捗を送るんで待ってください もうちょっとで遅れます。で、平野ひかるの自撮りを送っとこう自撮りを、なんかいつも同じポーズしてるんだよな。はい、オッケーです。はい、ギフトありがとうございます。送りました、ただいま送りました。オッケーオッケーはい、ただいま送りましたので、ただくまで少々お待ちください。そしてちょっとだけ待ってね。
すいません、一回止まったよね、ごめんね。ちょっと画面がすごく暗かったのです。そう、画面がものすごく暗かった。そう、なんでかわかんないけど暗かったので明るくしました。あれ動いてる？動いてる？ヒカ？あ、よかった。よかったです。動いてたら。いや、ちょっと不安になった。うん、体が。お手手がかゆい。いや、ほんと。くい。肩柔らかい？これ柔らかいの？ここまでいくよ。いつもね、朝起きたらこんな感じでストレッチをします。なんか、自分の肩が柔らかいとかいまいちわかんなくて。髪少し赤くなりました？正解です。え、正解。赤くなったの。こっちも行くね。今日は10時くらいまで。あ、今日ね、ね、10分になったらランキング見ます。10分になったらランキング読んで、まあなんか15分くらいで終わろうかなって思ってます。もっとシースルー前髪になるかと思ってた。あ、でもね、あのこうやってね、ちょっとね、こうやって広げると、あの前髪分けないでちょっと広げると、広げすぎちゃったちょっとシースルー前髪じゃないですか。そう、横でね、ちょっとまとめちゃうからあれなんですけど、ちょっと今ね、巻いちゃってるんであれですけど、なんか少しこうやって広げると薄くなるんです、ちゃんと。薄いよね。うん、まあ最近ちょっと分けたくて分けてるんですけど。体柔らかい方ですか？最近柔らかくなりましたね。もうあのコロナ禍入ってからですね、自粛期間中とかにストレッチとか、あとはまあなんか運動でね、運動したりした後にストレッチしてたら、いつの間にかなんかいい感じに、いい感じになりました。怖っが怖いよ。あれ、シースルーの話してたっけ？あれ、あれ何の話してた？ヒカも？合ってる？いや、なんか本当に、でも最近本当に、なんか話してる途中にヒカは何を話してたんだっけってなることが多くて、どうしたらいい？なんかまあ必死に話しすぎてるのかな。ショールーム特に多いんだけど、なんかやっぱりアニメとかいろんな話をね、結構熱中して話しちゃうじゃないですか。そうで、早く、もう本当に早口になる時もあるじゃないですか。で、だんだん喋ってるじゃないですか。ヒカは今何を喋ってるんだっけ。なんか
すごいいいよとか言ってるけど何がいいんだろうってそうっていうことがね増えちゃって怖いんです。やだもう。なんか前までこういうことなかったからさ、まあなんかね光がその楽しんでね熱中して話してるっていう証拠なんだけど、そう熱中して話しねはね熱中してそう話をねして楽しんでるっていう証拠なんだけど、困るよねこっちからしたら。みんなもハテナじゃん、なんか急に何話してるか分かんなくなっちゃったとか言われても。うん、本当に困ったわ。大丈夫なんかな。大丈夫だと思う。お母ちゃんもちょいちょいあるからそういうこと。あれなんだっけ結局って、なんか氷川の家は代々そうなのかな。きっと氷川の家はそういうお家なんだと思います。遺伝かな。例えば口紅取れた、あ、やっぱりヒカもね、あ結構取れたなとか思ってた。そんな遺伝聞いたことない。ねえヒカも聞いたことないけど、でもなんかお母ちゃんもそういう時あるからまあ普通に。そうズボンの、え今何、え待って待って、みんなの言ってることが分かんないです。あズボンの口紅は取れました。え何待って、何待って待って、なんか面白いの意味が分かんない。待って、ええ、え待って、ほんとほんごめんごめんほんごめん、待って待って、ちょっと待って、本当にちょっと分かんない。ズボンは大丈夫でした、おばあちゃんのおかげでね。あそういうこと、あ口紅の話がズボンとか。あなるほど、はい理解理解理解、あのありがとうございます説明が。はい口紅取れました。私の口じゃなくてズボンについた口紅ね、はい取れました。そう今日伝えなきゃなって思ってたんです。すごいねみんな頭の回転早いね。ちょっと急に聞かれるとね、自意識過剰なのかね、自分のことだと思っちゃうのは。ねちょっと恥ずかしいな。ちょいちょいね話噛み合わない時もあるんですけど。ずずずあのゆうこさんが悪いんじゃないんです、理解できないひかが悪いんです。だってみんな分かってたもん、他のみんな口紅あのね取れたあのそのズボンのことだって分かってたでしょ、だからきっと私が悪いんだ。そうでここにかそう、いやすごいな、将来的に心配だわ。自分が将来的に心配だわ。いやでも本当に実際なんか口紅がね乾いてねちょっと取れてきてるんですよ。恥ずかしい、めちゃめちゃ恥ずかしいよ、すごく恥ずかしい。
にね。なんかそれで口紅塗るのもなんかちょっと恥ずかしいな。ね、やめとくわ。このままでいい。カルンさん顔赤いよ、恥ずかしかったんだよ。なんかすごい自意識過剰みたいになっちゃって恥ずかしかったんだよ。おかえりなさい。うん、いやピアスしてるよ、ピアス。ぴゃんぴゃん。バトタイム終わっちゃったの、終わっちゃったの。ちょっと私の携帯の充電がやばかったので終わっちゃいました。そう、なんかさ、イヤホンも一緒にさせたらいいのになって思うんだけどさ、みんな思わない？そう、携帯と携帯の充電とそのイヤホンの差し口が一緒になっちゃったじゃないですか。そうだから、そのイヤホンしながら充電をするっていうことができなくなったんです。今まで結構できてたのに困ってる。結構売ってるよそういうの。え、何それ。え、一緒に、え、イヤホンもさせて充電もできるよっていうやつ。あ、メール来た、よかった。ほんとだ、え、すごいね、売ってるじゃん。進化してますな。欲しい。欲しいね。ちょっと今度買おうかな。買おうかな。うん、でもこれは本当に便利だと思う。なんかたまにさ、あのワイヤレスイヤホンの充電もなくて携帯の充電もなくてっていう時に困るんですよ。いつもね、だいたいあの試し銃をね、あの使うんですけど、そう、常に持ってて試し銃使うんですけど、でもやっぱり音楽も聞きたいんです。なんか音楽聞いてないとなんか一人の時とか寂しいんですよ。音楽聴いてないと寂しいんで、音楽聴きたいんですけど、それを同時にできないとなると困ったもんね。ため銃、あ、指充電の、ね、なんかこういうやつ、こういう四角の指充電のやつ。コアニルに可愛くおねだりを。いくらするんだろう。いや別に、あのそんな別に
しないけど、そんな高くないならね、別にねしなくてもね、いかがね、自分でね買うからね、買っちゃうからね、いかがね。あ、そう、モバイルバッテリーのこと、そうそうそう、ごめんね、あの私のところではタメジューと呼んでおります。ついでに家もおねだりしちゃおう。無理だ、それは無理だ。まあね、本当に東京に家あったらなんか日かも寂しくないし、もうもう目にも会えるし、なんか東京でも仕事できるしっていうことができるんだけどね、そんなね簡単では。東京にお家が欲しいんです。タメジュー方言、ううん、なんかひなのんがね確かタメジュータメジューって言ってて、それが映っただけだから別に方言ではないと思うかな。うん、トメジュ、そう、ひなのんから映ってる人。あ、ギフトありがとうございます。そう、ひなのんごです、ひなのんご。東京にな行きたいけどな、やっぱお仕事はね増えるのかなと思って。なんか東京じゃなくてもいいんです、なんか近くに行けたらな、もうちょっとっていう。でもね、石川もすごくいいところなので、石川から出たくないなっていう、石川に住んでたいなっていう気持ちもあります。食べ物美味しいし楽しいしね。どうせなんなんさんと乗り神奈川に、お、びっくりした、びっくりした。一緒。でも嬉しいけどね、確かに神奈川にだったら石川に引っ越そうかな。いいよ、おいで、本当にいいとこだから、おいでおいで。北海道住んでるんだよね。雪もね、多分北海道に比べたらね、そんな大したことないから。そう、そんなに大丈夫だから、そこは心配しなくていいよ。やっぱりなんか九州とか、なんかあんまり、ね、雪積もらない地域から来ると、なんか冬がすごい、なんか雪降ると大変だみたいなことが起こるかもしれないけど、北海道からなら多分石川で全然少ないと思うし、あったかいと思うので。こんばんは。でも本当になんかみんな一回は石川来てほしい、人生で一回は。めっちゃいいとこよ、バランスが素晴らしい。じゃあ石川住んでみようかな。あれ、石川住みだよね、あれ、あれ石川住みだよね。
しか行ってみたいですよ。いやまだまだ行ける機会ありますからね、たくさん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 ありますから、本当に来てください。石川ツアーで行きたい、もうしたいよね、来てほしいよね、本当に堪能してほしい。もう1週間くらいは行ってほしいかな。金沢っていろいろ回って、観光地で加賀の方行って能登の方行ってって全部回って帰ってほしい。今度石川県どっか観光や美味しいお寿司屋さんありますか。場所にもよりますけど、金沢だったら、うーん、まあ観光地、ヒカがいつもおすすめしてるのは東茶屋街とか、まあ、兼六園、21世紀美術館もヒカ好きです、すごい。うん、美味しいお寿司屋さんはね、あのどこだろう、マイモン寿司とか、マイモン寿司確か金沢だったよね。あ、全然普通に東京にもあったわ東京にもあったわ。しかもそんな、あのお高いお寿司はいかんからな。でもね、他にもいっぱいありますから。そう、近江町市場とか行ったら本当に海鮮食べれます。お寿司も海鮮丼もきっと食べれると思います。乙女寿司お寿司食いねだそうですよ。控えより詳しい、控えより詳しい方がきっとそしてお寿司はね、なんかやっぱり寿司郎とか行くんでそう、寿司郎とか行くんでちょっとわかんないんです、ごめんなさいはま寿司とか行く、すいませんでも美味しいんです、美味しいからめっちゃ美味しいから美味しいからいいの、どこも美味しいの、石川だもん石川だもん、美味しいよ。まあ、ファイナル、ファイナル、あ、しば、し、しば、あってる。美味しいよね。好き、ひかも。なんで、ちょっと。私に多分。私じゃない方がいい気がする。あ、ごめんなさいごめんなさい。うん、でも本当に来てください、ぜひ。カフェとかならな、まだわかるんですけど、知ってるんですけど。
こんばんは。香川の日本酒美味しいの。そうなの。そうなの。だそうですよ。お酒飲まれる方。何分まで配信だっけ。何分って言ったっけ。10分までって言ったっけ。10分までやって、その後ランキングで15分くらいに終わろうかなっていうた気がする。確か光るバスガイドでみんなで石川巡りした。そしたら光もいっぱい調べなきゃね、知識を得なきゃ。うん、やっぱり住んでてもさ、なんかあんまり行かないなとか知識はないなみたいなところもやっぱりあるから。うん、楽しいと思う。記憶曖昧平野。いやもうなんか本当にね、わかんなくなりで。松野さんっていうお店がいいの。いいね。さすが。さすが。あ、ギフトありがとうございます。ひかがもう全部案内したい。ガルボ持ってね、みんなおやつにガルボ持ってね、行こうね。行こうねって決定じゃない。行きたいね。おやつにガルボ、ちょっと小腹空いた時のためにそのガルボ持って、何個か味あるやつね、いろんな味持ってて。おやつはね、そうだな、ガルボはね、ちょっといい値段するんで、ちょっと。そうですね、皆さん大人ですから、1000円までにしましょう。1000円までにしましょう。プッカじゃない、プッカって何？調べるわ。あー！知ってる、見たことある。食べたことはないかも。あ、あるかな。え、全然いいですよ、自分の好きな。やっぱりさ、なんかさ、はじめまして、ハウクさんありがとうございます。いやもう本当にさ、なんか誰かとさ、まあ誰かとというか、まあ友達とかさ、旅行行く時とかさ、お菓子食べながらさ、お話ししてさ、ワイワイ言いながらさ、行くのが楽しいじゃん。そう、大好きなんです、そういうの。日本酒は持ってっていいですか、平野先生。日本酒はおやつにはなりません。ダメです、ダメです。サキイカとワンカップは、ワンカップって何。サキイカはいいよ、おやつとして。ワンカップってなんじゃ。こんばんは。ジュースですよ。あ、になんか日本酒とかお酒な気がするね。ダメです、お酒はダメです。バナナおやつに入りますか。私は認めましょう、じゃあ。認めましょう。小さな瓶のお酒、そう、ワンカップっていうんだね。ダメです、お酒はダメです。すごい計画してるじゃん、すごい計画になっちゃった。こんばんは。欲しいになってて分かんないんだよ。欲しいになってて分かんないんだよ。
ビーステの子供たちいました。あー、ありがとうございますね、その時からねちょっと変わっちゃったんですけど、ノグロのお刺身は食べれますか。まあお昼ご飯とか夜ご飯にいいんじゃないでしょうか。でもね、ひかのどぐろね、お刺身もいいと思うんだけどさ、絶対ねちょっと炙ったり焼き魚の方が美味しいと思う。いや美味しいんですよ、お刺身も美味しいんだけど、より油を感じ、油、そのそののどぐろのその何、油が乗ってる感じがね出ると思います。焼き魚食べて衝撃だったんですよ、美味しくて。お母ちゃんも言ってた、のどぐろを焼いたの、焼いたの美味しいね。こんばんは。ドボンの光のセリフが好きです。あら、何が好きなの？ドボンの 何言ってるのが好きなの？かも自分の声好きじゃないからあれなんだけど。ハートありがとうございます。フグいいね。今日ね、ZIP ではね、石川やってましたから、昨日と今日と石色やってましたね。今日、昨日ね、なんだっけ、昨日何やってたか忘れちゃった。忘れてた。考え中が得意。考え中ドラスリー。しかもなんかどんな風に言ったか覚えてないよ。そう、前ものジャーニーでやってましたね。和菓子も美味しいと聞いたんですが、先生、美味しいですよ、ものすごく美味しいです。和菓子のお店ね、やっぱり金沢とかでも結構多いです。うん、東茶街とかね。うん、ちょいちょいセリフのイントネーションが石川入ってる。そうね、言葉ではそんな変わらないからね、ちょっとイントネーションで出していこうかなっていうまあ勝手に出ちゃいます勝手に出ちゃいます。じゃんけんの勝ったのが好き。そうね、確かにヒカが勝ったって言ったら負けてるよね何と好きってのが好き。何ほんとにちょっとどんな話し方してたっけあれもう忘れちゃったよ。工芸品作りたい。え、それはじゃあ湯の国の森かな。うん、他にもなんか結構体験できるところありますけど、もっとあざとく？何？え、なーにを？なーに？もうな、何してんだろう何してんだろう。好き好き好きなの多いね酔ってる。酔ってないよ、飲んでないです、飲めないです、まだ飲んじゃダメなの。ひかはダメなの。気づいてる、実はマジル大会にすり替わってきてること気づいてるよ。すごいなんか言ってるなと思って、珍しくサービスしてるな、ひかにしてはって思ってるよ
いつもだったら絶対言わないって言うからね。そう、絶対嫌だ言わない、そう言うから、いやまあでもね、飲めるようになりたいよね、お酒は早く。あと1年と半年くらい、約半年待って、お母ちゃんと一緒にね飲みに行きます。兄ちゃん大好き、それはもはやもうなんかセリフ、あのドボンのセリフでもなんでもないと思うんだ、ただの萌えセリフだと思うんだ。今テンション上がって自分に酔ってるんでしょ。なんかそれ言われるとなんか嫌だな。言いたくなくなるな。ね。じゃあいいよ。全力でしてあげるよ。特別だ。ちょっと待って、痛いな。痛いな。ちょっと。お兄ちゃん大好き。はい。ギフトありがとうございます。終了です。ギフトありがとうございます。終了です。平野光終了です。減りすぎると釣られそうなので、いや、あれ、ひか、あれ、ひか、あれ、ひか押し、あれ、ひか押しだよね、ね。ギフトありがとうございます。あ、10分になった。はい、わかりました。ということで、これもヒカルン推しですか。ヒカルン推しだよ。みんな配信見に来た人みんなヒカルン推しだから、分かったか。ヒカルン推しだぞ。ちょっと待ってね。ですですです、そうです、そうですよね。はい、ということでランキングいきます。13位、ワンコの皮をかぶったマンさん。10位、食べられません、長さん。11位、ユアとズッキーナエイトモゼロ3組さん。10位、サルキチャットヒカチューブさん。9位、 WY アット影の守護神さん。8位、オスオラドやハニワだったさん、ランタンさんかな、ちょっともう本当に最近わかんない。7位、台湾よろしい、ヒカル最近超かわいい、好き、おやすみさん、おやすみ。6位、谷口ひろきさん。5位、かぼちゃ先生。4位、くまくまちゃんとくまくま、ハッシュタグそれでもしもべ。11号なあやね大福さん。3位、にゃん吉あっと長崎の雨は10月22日から中部岡山で太陽になるさん。2位、さとちゃん、あとな、い、あ、いつでもだった、何時でも。何時でもって言うんじゃった。いつでもひかちゃんを応援します。さん、ありがとう。1位、ゆうたとひかチューブさんです。ありがとうございます。ギフトいきます。かっきかきとり、れんごかきとりか、かきかきかき、あと偽物です。どやさん。ラブカードさんですね。かぼちゃ先生、くまくまちゃん。ゆうたさん、やんきちさん、WY アット影の守護神さん、
ゆうこさん、海ハイパーさん、竹内健介さん、のたさん、しのさん、さるきちさん、プリーツさん、さとちゃん、ひかちゅーぶのみけです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで本当に今日は皆さん見に来てくださってありがとうございました。明日も配信しますのでぜひ、あ、さっきちょっとごめんなさい、プラメでも言ってたんです、あの梅の作り方詳しい人ぜひなんか教えてください。すいません、本当にちょっと今どうしたらいいものかと分かんないでいる状態です。なんか詳しい人、なんかぜひ755でとかでなんか教えてくれると嬉しいです。はい、すいません、初めてなもので結構ネットとかで調べてるんですけど、あれなんで、そう本当にちょっとやっぱり詳しくはそんな載ってなかったりするんで、ちょっと明るかった755でなんかちょっと分かるよって教えてくれると嬉しいです。はい、すいません。あ、読んでる時止まっちゃったから、ゆうたさんありがとうございます。でもね、いい感じには一応仕上がってるんですけど、これでそのなんかねいいのみたいな、そう、思想はでもその 3,4 日なんかひかが見てるレシピは 3,4 日したらして、もう塩が全部溶けきったらもう大丈夫ですよみたいな。でもその梅がその汁梅酢みたいのにかぶってないんですよ、全部埋まってる。レシいろんな人の店では埋まってたりもするんですけど、全部そこまで言ってなくて、うん、ちょっと分かんないので教えてください。広い土地で育ててください。絶対知らないじゃん、広い土地です。なんか別育てる、あ、まあまあ、そうね、梅の育て方ね、あ、梅の育て方もそうだわ、木とかから言ってるよねきっとね。はい、まあなんか本当に詳しい方いたら教えてください。でそのしそを入れて、赤しそを入れてその 3,4 週間梅雨が明けるまで待つんですけど、そう、なんかその出てきた汁がやっぱり梅ちゃんと漬からなきゃいけないのか、それともちょっと出ててもいいものなのか、ちょっと本当にそこだけ本当に分かんなくて私。そう、うん、ちょっともし本当にこの話を聞いて詳しい方がいたら755でぜひ教えてください。はい、ということで皆さん、あー痛かった今の、ごめんなさい、なんでもないです。なんでもないです、ことです。はい、ということで皆さん今日もショールーム見に来てくださってありがとうございました。そしてギフト欲しい、ありがとうございました。そしてショールームインスタグラム755ぜひいいねコメントフォローお願いします、はい、ということで本当にありがとうございました。答えれないのに聞いてくださいってすごいですね、その自信が。まあ気持ちだけありがたく受け取っておきます。はい、焼酎入れるの、なんかどっかに書いてあった気もするな、それ。ありがとうございます。はい、ということで本当に皆さん夜遅く見に来てくださってありがとうございました。明日もねショールームすると思うので、すると思う、まあきっとしますので、ぜひ見に来てください。そして近々、なんか近々となのか、まあ日曜日なのか土曜日なのか分かんないけれど、今日何曜日だ、火曜日だよね、うん、なんか何かお菓子作りかなんかしたいな、まあなんかその1週間ここくらいなんかちょっとできたらいいなと思ってるので、はい、そちらもよかったら見に来てください。あ、それ梅酒、あ、じゃダメダメだ、梅酒じゃない、作ってるの梅酒じゃない。でもね、なんかありがとうございます。はい、ということで本当にね皆さん見に来てくださってありがとうございました。おやすみなさい、またね。あ、カラオケが配信、またね、おやすみ、あ、ハートありがとう、イエイ、バイバイ、おやすみ。これで何作ってるの、梅干しを作ってるんですよ。梅干しだよ。おやすみ。